い、皆さんこんにちは。 BJ のアコースティックギター講座です。今回のギター講座はギターソロですね。桜、これをレギュラーチューニングで弾く、弾き方についての解説をエルビスのエリート2トップガースプルース単板のこのギターを使って解説したいと思います。はい、どういうアレンジになってるかというところを実際に弾いてる映像がありますので、そちらの方をまずは見ていただきたいと思います。それではどうぞ。はい、見ていただきました。桜ですね。はい、古き良き懐かしきメロディーなんですけども、これは今回レギュラーチューニングで弾くようにアレンジしました。で、長さもそれほど長くないですので、ギターソロやってみたいなっていう方、入門編に、挑戦してみてはいかがでしょうか。それでは弾き方解説の方を行ってみたいと思います。ベース音ですね。これ親指でピッキングします。主に6、5、4、この辺ぐらいの音は親指でピッキングします。それから残りの1、2、3弦なんですけども、4フィンガー、薬指まで使う方は薬指が1弦、中指が2弦で、人差し指が3弦を担当していただくといいと思います。で、4、5、6は親指ですね。で、人差し指と中指だけで弾く方は、その辺は、1、2、3弦をこれでうまい具合に弾いてください。で、2フィンガーでやってる方は人差し指と親指ですね。この2本で人差し指が1、2、3弦を担当していただくと。で、2本の場合は同時にこう弾き上げる。こういう感じに引き上げて弾くと、これ2フィンガーで弾けますので、挑戦してみてください。はい。いつも弾いてる、弾きやすい方法で行っていただくといいと思います。はい。今回 BJ がやりますのは、薬指まで使う4フィンガー。1弦は薬指が担当。2弦が中指。3弦が人差し指ですね。で、4、5、6が親指という感じで弾きます。で、まず一番最初、押さえるのは4弦の2フレットだけなんですが、DJ は指が太いので、中指1本で Em のコードを押さえられるんですね。押さえてますよね。はい。まあ、2本で押さえる方は、こうやって2本で押さえていただいていいですよ。はい。次。Am6、Am のコードを押さえていただいて、小指で1弦の2フレットを押さえます。という風に弾きます。はい、それを続けてやりますと、これで Am6 を押さえて、こうですね。はい、次、Em のコードを押さえるんですが、ここは人差し指と中指で押さえていただくと、鳴らし、その後も弾きやすいかと思います。BJ は1本の指で、中指1本でこれ2本とも押さえてしまいますので、こうですね。こうですね。はい。交互に4弦1弦、4弦1弦、4弦1弦、4弦という風に弾きます。はい、次ですね。Em のまま、これですね。Em を押さえまったまま、で、薬指で1弦2フレットプリングオフしますね。で、すぐに Am を押さえる。こうですね。はい、次はまた Em を押さえます。で、Am で、Em。で、この後なんですけども、薬指から開放にプリングオフ、人差し指で5弦の2フレットで、小指で4弦の4フレットですね。で、また Em を押さえまして、
で1弦は薬指2フレットで3フレットのところは小指で弾いていただく。はい。でここその後は先ほどと同じですね。 E マイナーを押さえて薬指でプリングオフで A マイナー、はい、で E マイナーを押さえる、はい、でこの後ピッキングする右手は人差し指中指親指でやります。こうですね、はい、同じく親指でやります。押さえるのは A マイナーを押さえてくださいね。で E マイナー、はい、こうプリングオフするとどうしても隣の2弦が鳴るんですが、これもともと鳴ってるところにやるので多少鳴ってしまっても構わないです。はい、で次が B7、 人差し指と薬指で押さえます。弾くのは親指と人差し指ですね。はい、でその後一番最初と同じなんですけども、こうですね、はい、この後は薬指で1弦2フレット、人差し指で2弦の1フレットを押さえていただいてピッキング。次開放開放動かして中指で4フレット、中指で言っていただくとビブラートかけやすいです。ここ、はい、4弦の4フレットですね。でもう一回同じようにいきますね。でこのギリギリまでですね、2弦1フレットを押さえといていただいて、で4フレットに移動するというのが一番理想的です。ですぐ離してしまわないで、はい、このギリギリまで1弦2フレットの音を今のように伸ばしといていただくと雰囲気がよけ出ると思います。次 E マイナーですね。で A マイナーでちょっとリッとして B7、 一弦は弾きません。はい、桜桜をお送りいたしました。ギターソロの場合はですね、できる限り、そこに書いてあるコードを押さえながら空いてる指でメロディーを弾くということで覚えといていただければいいと思います。最初のところですね、4弦の2フレットしか押さえるようにタブ譜には書いてないですが、実は、5弦の2フレットも E マイナーのコードですからね、押さえとけば共鳴してどうしてもギターの場合は鳴りやすい、ウクレレよりもギターの方が共鳴して響いて鳴りやすいんですね。他の弦が振動してると押さえてない弦まで振動します。でこの時に4弦の2フレットだけしか押さえてないと、この A の音が出てしまうんですね。5弦の開放の音が出てしまうので、ここはしっかりと E マイナーを押さえとくというような感じで、どのコードでもそういう風に覚えておいていただく。押さえるのが困難なフレーズのところは無理して押さえる必要はありません。できる限り押さえれるところは、そのコードを押さえて、メロディーを残ってる指で弾くという風に覚えておいていただければと思います。はい、 BJ のアコースティックギター講座、今回は、桜桜ですね。このエルビスエリート2見てください。すごくこう、ほらどうですこれ、真っ白だったんですがだんだんとこう黄色みがかかってきていい感じの色合いになってきてますね。このこういう黄色の DJ 好きなんですよね。はい、すごくいい感じのこのアコースティックギター、トップがスプルース単板マホガニー製のボディなんですけども、このボディがですねローズウッドのタイプもあります。トップがマホガニーのモデル、カッターウェイあり、カッターウェイなし、トータル6種類あります。詳しくはですね、商品リンクの方、動画下の説明文のところに貼っておきますので、そちらで確認いただければと思います。はい、 BJ のアコースティックギター講座、今回のスポンサーはエルビスでお送りいたしました。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。